ご生産メガチャンネルの松本由子です。今から1974年1月30日までの方の本質、運勢、仕事転職、結婚、転注冊と守護神からについてお話します。えー、自分自身も他の方もわかるので人間関係楽になり、社長さんは人事採用の参考にもなります。官邸レベルの内容で有料級、影響保存版です。 その前に私の方でオンライン個人鑑定、各種構造もやっておりますので、個人鑑定を受けたいなと思われる方は、概要欄にリンクを設けておりますので、こちらからご依頼ください。では、早速本題に入っていきたいと思います。1974年1月30日までの方について、まずポイントを一言でお話します。その後、深掘りして、最後に、えー、転注殺の時期と災いを避け、運勢を落とさない方法、守護神カラーで運勢を上げる方法をお話し,します。 1974年1月30日生まれの方は、本質を一言で言うと、クリエイティブな方ですね。頭のいい方ですね。えー、仕事はあ、まあ、クリエイティブな仕事、デザイナー、旅行関係などに向いています。結婚はあ、まあ、対等な友達夫婦が向いているということになりますね。 えー、では、今から深掘りしていきます。その前に、ご自分の生年月日を上げてほしい方は、リンクに貼ったメルマガにご登録されて、えー、コメント欄にご自分の生年月日とアップ希望とご記入されてください。アップさせていただきます。では、深掘りしていきますね。この方の本質を詳しく見ていきますと、非常にクリエイティブで理性的な方ですね。えーまあ、忍耐強い方で、えー まあ,あー、派手なことはあまり、えー、好きではないということですね、えー。そういう感じが見受けられる方になりますう。で、まあ、食べることも大好きですね。で、優しい方ですね。まあ、まあ、本当にこの方を見ると頭のいい方なんだなという印象もありますね。あと、まあね、ちょっとあの天然っぽくて可愛らしいところの、お そういう部分もお持ちの方になるようですね。えー、結婚はあもう友達夫婦ですね、えー。対等な関係が心地よいと思います。天中札は天が味方しない時ですが、犬年とイノシシ年。 の時があ天中殺になりますね。天中殺を乗り切り運勢をされない方法はたった一つです。欲を出さずに行くことですね。えー、守護神カラーは緑色になります。 え守護神カラーを使い開運する方法は、勝負ごと、婚活日、契約の日、受験の日などに身につけると点が味方してくれると言われています。では、最後にもう一度オンライン個人鑑定をやっておりますので、個人鑑定を受けたいなと思われる方は、概要欄に個人鑑定のリンクを貼っておりますので、私と直接お話をしていただき、ご生産明確にあなたの今後の人生を開運に導かせていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。